どうも、町浦ピンクです。ではなく、ルシファー吉岡です。オードリーの若林さん、春日さん、お疲れ様でした。週替わりのパーソナリティがお送りしている土曜日深夜3時からのオールナイトニッポンゼロ。今夜はですね、R1 グランプリ2024の覇者、町浦ピンクさんが担当する予定だったんですけれども、本当に、残念ながら体調不良のため急遽私ルシファー吉岡が担当させてもらうことになりました。よろしくお願いします、お願いします。これですね、ピンクさんがやっぱりその嘘つきという芸風なこともあって、そもそもその体調不良というのも、この代役っていうのも嘘なんじゃないかと、もしかしてピンクさんどっかで出てくるんじゃないかって思ってる人もしかしたらいるかもしれないんですけれども、残念です。ずっとルシファー吉岡、2時間ずっとルシファー吉岡でお送りします。一切出てくることはございません。本当残念ですね。いやもう本当に急遽だったんですよ。さっきそのそれこそオードリーさんにご挨拶した時も、今日8時に聞きましてって話したら、朝のでしょって言われて、いやいや夜の8時ですって、夜のみたいなぐらい本当に急遽で、今日20時ぐらいにそのマネージャーから電話があったんですけど、多分マネージャーも慌ててたんでしょうね。なんかルシファー、ちょっとピンクさんダメになっちゃって行けるかって言われて、いやいや何に行けるので、まあまあ聞いてみたら、その体調不良になっちゃったんで、オールナイトニッポンゼロの代役と。いや、その、オールナイトニッポンゼロと思って。その、体一つで2時間喋るやつちょ、8時に聞く史上一番重いって、と思って。いやいやと思って、どうしようってもういろいろ考えたんですけど、結局ちょっと待ってくださいと、僕本当に一人じゃさすがにきついと思うんで、ね、こういう時に便利なラブレターズとかジグザグジギーとかちょっとそのあたりをつけていただいて、それでやるんだったらまあまだできると思いますっていう風に返したんですね、マネージャーに。そしたらマネージャーからしばらくして LINE 切って、なんかスタッフ一覧みたいな、プロデューサーの方の名前とか作家の方の名前みたいな、スタッフの方の一覧みたいなのが送られてきて、非常に優秀なスタッフの方々です、この方々がルシファー一本で行きたいと申しておりますみたいな、どこに賞賛を感じてんの。なんかその追い込まれて、なんか逆に火ついたやつのパターンじゃないと思って、まあまあでもそこまでの気持ちで言ってくださるなら、まあ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 、ね、やってみましょうということで、この6人、準備もできてないんですけども、このピン芸人が、ついさっき初めて会ったスタッフさんと共に、2時間、お送りするという形になってますよ。いや、でもピンクさんも多分本当に残念だったでしょうね。オールナイトニッポンゼロ初めてで、今一番頑張りたい時だろうに、いや本当に、まあでも病気は仕方ないんで、しっかり休んで、大事にしていただきたいなと思うんですけれども、そのピンクさんのやる気をこう、表してるというか、なんというか、この番組の宣伝の CM、まあいわゆる番宣ってやつなんですけど、それをこう事前に収録してるらしいんですが、めちゃくちゃ張り切ってたらしいんですよね。ちょっとその性格は悪いんですが、一旦聞いてみましょう。どうぞ。日本放送アナウンサーの杉岡バニラです。 R1 チャンピオン町浦ピンクのオールナイトニッポンゼロ放送決定。町浦ピンクさんが手鏡に映った自分を見ながら喋ります。放送はこの後深夜3時から。タイトルと放送日時以外は新人だよ。張り切ってる、張り切って嘘ついてる。ピンクさん来ないじゃん。本当に信じちゃダメだったじゃん。来ないのね、ピンクさん。
素晴らしい嘘でした。いや、でも多分まあ、また多分日を改めて、きっと特番あるでしょうし、うん、あの楽しみにしてた方は、それをまた待っていただければなというふうに思います。うん、で、まあ、僕も、そのね、ピンクさんのことは心配ですけども、言っても初めてのオールナイトニッポンゼロのパーソナリティというんですか、なので、まあ、ゲストでは、何度か、それこそ三四郎のオールナイトニッポンゼロには2回お邪魔したことあるんですけれども、なんていうか、あんまり印象は良くないんですよね。その、とにかく、リスナーが辛辣だった。めちゃくちゃ気悪くして帰った記憶はあります。なんか、生意気こかれて、いじられて。うん、その印象はすごい、嫌な印象はあるんですけども、リスナーに対して。どうなんでしょうね、今日聞いてくれてる方々は、その、それこそオードリーさんのリスナーの方とかも聞いてくださってるのかもしれないんですけども、この前番組のそのオードリーさんも、非常に僕お世話になっておりまして、若林さんが MC されてる激レアさんを連れてきたという番組のナレーションも僕やらさせていただいてる。いいか？今日の激レアさんはこちら！ね。やっていいのか分からずちょっとやったんで今ドキドキしてますけど大丈夫なのかな。これやったりとか。あと、それこそ先日、東京ドームでオードリーさんのあの素晴らしいライブありましたけども、それも、見学見に行かさせていただきまして、ご招待していただいて。で、これな、ちょっと、その当事者の方とあまり関係性がないので行っていいのかどうか、ちょっと迷いはしたんですけども、ちょっとまあ一応行ってみます。うん。東京ドームのオードリーさんのライブ、関係者の入り口から僕入れさせていただいて、で、その関係者の入り口っていうのが机が3つぐらい並んでて、で、まあ、K ダッシュ、オージさんの事務所ですよね。K ダッシュの関係者の方々の机。と、あと、まあ、マスコミ関係の方の机。そう、まあ、その他の方の机みたいな風に分かれてて。で、その K ダッシュの関係者の方の机のところに、だーっと長い列できてたんですよね。で、まあ、僕も一応そこかなと思って、その列並んで待ってたんですよね。で、そしたらしばらくして、多分係の方が、まあ、ちょっとその偏った状況を見かねたのか、芸能人の方は、こちらの机の方に並んでください、みたいな風に声かけてくれたんですよね。ただ、芸能人っていう、その、芸能人で手挙げるのちょっと恥ずかしいなっていうのがあって、芸能人じゃないしなと思って、僕は二の足踏んでたんですよ。一応その芸人ではあるけども、うん、と思ってたら、僕の何個か後ろの方、まあ、横目でちらっと見たらすごい派手な格好されてた方が、って手挙げて、で、係の方がその方のとこ行って、その、僕はここに並んでていいんですかねっていうふうに言ってて、で、係の方が、すいません、お名前は何ですかって、あ、バーモント秀樹です。あ、バーモント秀樹さん行ったか、この問いかけに食らいついて行ったかと思って。まあ、その、名前をもう一回確認されている時点で、だいぶ危ういだろうとは思ったんですけど、そして係の方が、ちょっとお待ちくださいってどっか行って、しばらくして戻っ、バーモント秀樹さんのとこ戻ってきて、この列で大丈夫です。って言われてましたね。その一部始終を目撃してしまって。そうですね、ちょっと、バーモント秀樹さんにちょっとご挨拶もしたことないし、ね、ちょっとこんなところで喋るのもあれなんですけど、そういうことは一応ありましたよ、という話がありましたね。あと、すごい、東京ドームで僕初めてというか、多分滅多に入れないような場所だと思うんですけど、スイートみたいな席から見せていただいて、なんか、なんだろうな、でっかいカラオケの個室ぐらいの広さあるような部屋があって、で、そっからも一応球場は眺められるんですけど、ベランダみたいに、テラスみたいなところがその個室につながってて、そのテラスみたいなところに飛行機のファーストクラスみたいな椅子が何個も並んでて、で、そこで見ることができるみたいな、スイートみたいな席があって、で、そこで見させていただいたんだけど、その一緒に見させていただいたメンバーが、まあ、僕とティモンディと南原さんとスギちゃんっていう、その、もう二度と集まんないだろうなっていう4人で見させていただいて、どういうチョイスだったんだろうな、あれはと思いながら。いや、でも、まあありがたかっ
ったですし、ライブはね、もうまあ言わずもがななんですけれども、もうすごすぎて。寝れなかったですね、あの日。やっぱり感動して、いやー、いいもの見せてもらいました。うん。なんかそんな、そう考えると、そういうオードリーさんと、こうやって前の番組で次っていうのは、ちょっとなんか、ありがたいというか、感慨深いなっていうふうに思いますけど、そういうことならもっと準備したかったな準備をさぁ、さすがに急すぎるって。いや、だからもうほんとコーナーとかも、だからもう特感ですよね、まさに。だって、もう募集の、あれとかは出してるんですよね。そうですよね。うん。いや、今日、だから、その電話かかってきた時も、僕は今日夜の8時じゃないですか。もうゴロゴロして、でもあとはしこって寝ようと思ってたんですよ。いや、なんだったらその、あんまないタイプパターンなんですけど、おかずも決まってて、前回その、抜いたやつがまだやっぱ抜き切ってなかったんで、わかりますかね？その、なんか前半部分で果てた場合、やっぱその抜き切ったことになんないから、まだ抜き切ってないやつ一本あるぞと思って、あの抜き切ってないやつで今日は、行こうっていうのも決めてたし、で、あれで抜いて風呂入って今日はまあお休みって思ってたところにこれですからね。いや、でももうありがたい。せっかくのチャンスというか機会なんでね、一生懸命頑張らさせていただきます。もうどうなることなんかわかりませんけども、頑張ります。じゃあ、そろそろ、参りましょうかね。ルシファー吉岡のオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、ルシファー吉岡です。さあ皆さん、どんな気持ちですか？ドキドキしてますか？こいつうまくやれるかなって。僕はね、もっとドキドキしてるし、あの抜ききれなかった動画が気になって仕方ない、本当に。まあ今回初めて聞く方、それこそ R1 見てない方とかもいらっしゃるかもしれないので、一体誰なんだということもあると思うので、まずは自己紹介でさせていただきたいなと思いますけれども、私ルシファー吉岡、ね、という芸名でやっておりまして、出身は島根県、年齢は44歳ですね。芸歴は16年目かな。同期で言うと、お、誰なんだろう、お、山添さんとか、相席スタートの山添さんとかが同期になるんですかね。誰も信じてはくれないんですけれども、大学院出て1回就職して29歳から芸人始めてるんで、一応そういう芸歴にはなってはいるんですけれども、ただ見た目が老けてるせいでね、なかなかセーフには思ってもらえないし、昔とある番組、レッドカーペットかな、出させていただいた時にスタッフさんだけが見る資料がポトンと落ちてたんで、たまたまパッて覗いて見えちゃったんですけれども、僕の写真があって、その下に多分スタッフさんが予想で書いたんだと思うんですけど、1994年デビューって書いてあるんですよ。いや、さすがに1994年は僕中2なんですよ、ね、それぐらい老けてはいますけど、16年目ということになっています。で、R1 見てた人はご存知だと思いますけど、主に一人コント、一人芝居のようなものですね、をやってて、下ネタを得意としております。これはネタ、面白いことを考えて純粋にネタ作ってるんですけど、気がつくと8割方下ネタになっているという、そのナチュラルボーンな下ネタ好きということになってますね。まあ2時間ね、今日聞いていただければなんとなくは、分かっていただけると思うんで、楽しく聞いていただければなって思います。さて、そっか、リスナーさんの、皆さんからメールを募集しております。今夜のテーマでは、こちら。急に言われても、急に言われても、いや、まあ本当にですよ、まさに僕の状態ね、これしかないっていう。
放送当日にオールナイトニッポンゼロに出て喋れというオファーを受けた私ですが、皆さんもそんなこと急に言われてもという経験したことないでしょうか。うん、あるでしょうね。例えば、部活の先輩にお前のセンスという発注でコンビニに買い出しに行かされて困りましたとか。ああ、確かにね、ありますよね。具体的にやっぱ言ってもらわないとちょっと困る、後から文句言われても困るよっていうやつですね。まあこういうのとか、なんかクラスメートからね、ね、修正器持ってるみたいな。うん、確かにこれも急に言われても困るか。あっちの修正器はありますけどね。という、その、ね。ってやつもありますけど、ね、普通は困りますよね。で、これの宛先なんですけれども、当初放送予定だった、町浦ピンクのオールナイトニッポンゼロと同じです。ね。新しいアドレスを取得する時間がありませんでした。ごめんなさい。なので、こちらですね。嘘アットマークオールナイトニッポンドットコム。嘘アットマークオールナイトニッポンドットコム。ね。嘘のスペルは USO ですね。SNS のハッシュタグは、ハッシュタグルシファー吉岡 ANN0 でお願いします。ね。全くお題とそぐわないメールアドレスですけれども、特感具合が見えてますね。ぜひともこちらの方に送ってください。東京中田区有楽町の日本放送から全国ネットでお送りするルシファー吉岡のオールナイトニッポンゼロ、最後までお付き合いください。あ、ここで一曲ですか。はい、ここで一曲ですね。あ、はいはいはい、これはもう直近の R1 グランプリで、盛り上げていただいた、はい、バレる。番組ではメールを募集しています。受付メールアドレスは嘘アットマークオールナイトニッポンドットコム。嘘アットマークオールナイトニッポンドットコム。急に呼ばれてこう言ってくれって頼まれただけなので、詳しいことは知りませんが、これでいいみたいです。 X はハッシュタグルシファー吉岡 ANN0 でポストしてください。 X は急遽なことでも対応できる素晴らしい SNS です。町浦ピンクのオールナイトニッポンゼロではなく、ルシファー吉岡のオールナイトニッポンゼロ。週替わりのパーソナリティがお送りしている土曜日のオールナイトニッポンゼロ、本来は今年の R1 グランプリのチャンピオン町浦ピンクさんが担当する予定でしたが、体調不良のため急遽お休み。代わりに同じく R1 グランプリのファイナルステージに進出したピン芸人、私、ルシファー吉岡が、ほぼ何の準備もせずに担当しております。ね、ハードルは下げていきましょう。いくつかメールご紹介するんですよね。はい。こちらですね。ラジオネーム、ゆまぽさん。僕は何も成し遂げてないし、会社でも全くできる社員でもありませんが、オールネタ日本のスタッフだったら、ルシファーさん一本で行きたいというはずです。おー、ありがとうございます。ある程度の引きはあると思うので、ある程度の自信は持ってください。なんだこいつ。失礼だな。な、ある程度のって。これは三四郎のリスナーだろ。こんな失礼なこと言うのはそうに決まってるわ。二度と送ってこないでください。ラジオネーム、ロミンゴさんですね。この後2時間ずっとルシファーさんだけなんですか？本物のチンチン登場ということは絶対にないと言い切れますか？言い切れます。本物のチンチンは登場しませんし、喋れないんで、登場したとて気づけません。あなた方にはチンチンの存在は、本当に僕のことをチンチンというのはやめてください。いや、オードリーさんのせいもあると思うな。チン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 ってさっきも言ってたもんな。お笑いチンチンって、チンチンじゃないだね。チンチンとも仲良くないのでね、やめてください、こういうのは。はい。テーマメールの方も来てますね。ラジオネーム、ひらがなで腰痛い。飲食業を始めて2ヶ月で前店長に
今月で辞めるから来月からよろしくと言われ、3ヶ月目から店長をやることになりました。無理にも程があるだろうと思いつつも、なんやかんやで3年目になりますと。あー、なるほど。あ、急遽ってことですね。急遽言われてってことですね。確かにこれはきついか、3ヶ月で。いやー、まあでもね、3ヶ月やる時間があったわけで、その一応業務をね、こっちは20時に言われてで3時からやってるから、全然僕の方が急遽だし、まだまだ全然やれます、この方はね。頑張ってください。はい、以上ですかね。はい、引き続きメールの方お待ちしております。宛先は嘘@allnightnippon.com、嘘アットマークちょっとこれ面白くなってくるな、何回もやんでくると全然嘘のお便りじゃないもんなピンクさん、あなたの魂はこのアドレスにだけ残ってるよ嘘アットマークオールナイトニッポンドットコムまで、お待ちしております。はい、というわけでね、少しトークなどさせていただきたいなと思うんですけれども、 R1 のね、話をやっぱり、キンキンなんで順を追って、ちょっと2回戦ぐらいから順を追って話させてもらえたらなというふうに思うんですけれども、僕今年4年ぶりかなの参加になりまして、で久しぶりの参加なので、やっぱ一番気になったのがその雰囲気とか厳しさみたいな、受かる受かんないのはどんな感じなんだろう、僕が受けてた時と変わんないのかなというのを気にしながら、で僕シードだったんで2回戦からの参加だったんですけれども、そのまず会場に行って一番最初に目に入ったのが、あの RG さんなんですけど、 RG さんがあの細川隆さんのあの髪型と、その当時よく X とかで出回ってたあの上下黒で白い模様の入ったあのセットアップみたいなのを、の全く同じのを着て、ドカッとこう椅子に腰掛けられてたんですよね。でそれを見た瞬間、いやめっちゃおもろいと、絶対に受かるっていうのも見た瞬間思ったんですよ。例年の R1 だったらこれが落ちるわけはないと、もう舞台に出た瞬間爆笑で絶対に受かるっていうふうに思ってたんですよ。ただその RG さん落ちられたんですよね。まあ、後々追加合格で合格にはなったんですけども、あれをもってして落ちるのかっていうのがすごい印象残ってて、で、まあ僕は2回戦、まあなんとか受かったんですけども、ちょっとこれは気を引き締めていかないとやばいぞっていうのをそこで感じて、で、次が準々決勝。で、まあ準々決勝もこれ、準決勝でやる予定のネタが、まあ勝負ネタですね、あったんですけど、ちょっとさすがに今回厳しそうだから、一個前倒して、準々決勝でもうそのネタぶつけようと、もう気合い入れて現場に向かったんですよ。そしたらまあ楽屋うろうろしてたら、なんかチラチラこっちの方を見てくるサラリーマン風の男がいて、でなんだろうな、なんか話しかけたそうにしてるなと思ったら、しばらくして僕の方に近寄ってきて、あのルシファーさん、僕あのルシファーさんのネタの作り方を解説してる動画、あれを見てそのまま作ったらここまで来れました、ありがとうございますって急に言われて、よ、ああまあまあまあでも嬉しいから、ああありがとうありがとうねみたいな感じで言ってたんですけど、で後から聞いたらそれが独裁スイッチ企画だったんですよね、あの決勝に進出してたアマチュアの、あ結構ちょっとなんだろう変わった子なのかもしれないなと思ったんですけど、でもまあ自分のそのネタ動画見てくれてそうやって作ってくれたならまあ嬉しいなと思ってて、で実際その温存しなかったんで準々決勝は普通に突破できたんですよね。で次準決勝で、で準決勝僕の出順がトップバッターだったんですよね。でこれす、まあ、完全にくじ引きで決めたという話ではあるんですけど、ちょっとさすがにトップバッターきついと、でしかもその出順的にきついってのもあるんですけど、まずその日の本番の前にリハーサルを準決勝からはやるんですけど、トップバッターだからリハーサルの入り時間も一番早いんですよ。もう早朝から。で、だいぶ3時間ぐらい時間空いて本番。で、本番もトップバッターで終わるから、その後ずっと空いて発表までまた3時間ぐらい空くと。ちょっとさすがに会場で待ってられないぞと思って。
で近くのホテルを取って、あのデイユースって言うんですか、泊まるんじゃなくて日中だけ使えるってやつをホテルを取って、でまあそのホテルで過ごそうと思って、でリハ終わったら一回ホテル戻って、で本番終わったらまたホテル戻ってってしてたんですけど、そこで一個誤算だったのが、ホテルに帰るとちょっとしこりたくなるんですよね。これがね本当に誤算で、たださすがに、いやあの皆さん、いやそれは分かってますよ僕も、あのだからさすがにリハと本番の間にしこるはないですよ。そこで放出すら俺もさすがにはないと思ったんですけど、でも本番終わってから発表までの間は言ってみれば狙い目じゃないですか。一回こう緊張も解けてるし、一回スッキリしたいみたいな気持ちにはなるでしょ、シャワーだってあるしね。だけどなんか分かりますよね、なんかそこでやっちゃうとなんか逃げちゃうみたいな、その運と精子が。だからちょっとここは一回我慢しようと思って、結局なんとか我慢して、で結果発表前に楽屋戻ったんですけど、そしたらその楽屋でなんかこっちの方チラチラ見るサラリーマン風の男いて、ん?と思ったら、あの独裁スイッチ企画がこっちの方見てて、でまたさーって僕の方寄ってきて、あのルシファーさんと、ルシファーさん の, あのネタを作りの解説の動画を見てそのまま作ったらここまで来れました。全く同じこと一言一句変えず言ってきたんですよ。怖と思って、いやいやえ聞いたよ、その準々決勝の時にさ聞いたけどなみたいな。でもまあ、いやもう一回言っときたかったんで、あっそうみたいな。でまあまあちょっと怖いんでそこはまああまり触れずに、あじゃあじゃあまた後でねみたいな。で発表っていう風になって、でいわゆる M1 とかで皆さんも見たことあるとは思うんですけれども、壇上に発表する方が立ってて、で客席あたりに芸人がダーッと並んでて、エントリーナンバー何番何々っていう風に読み上げられていくっていう発表の仕方だったんですけど、まあ、僕自分のエントリー番号が割と早めに呼ばれて、よろしくお願いしようかって言われて、でああいう時って周りの芸人がおめでとうってわーって集まってくるのが普通なんですよ。そういう映像見たことあると思うんですけど、ただ僕がもう5回も6回も決勝行ってくるからなのか、誰も集まってこなかったんですよ。隣にあのウエストランドの井口さんいたんですけど、その井口さんだけ、よかったね、吉川さんおめでとうって肩ポンポンポンってやってくれたんですけど、それだけ、それ以外誰も集まってこなくて、で俺もあれと思って、全然尊敬されてないというか好かれてないじゃんと思ったら、それをこう井口さんが察したのか、このままじゃちょっとルシファーさんかわいそうだぞと思って、近くにいるナイチンゲールダンスのナカロナカルティンに、おいナカルティンってルシファーさんにおめでとう言えよって言っておめでとうのカツアゲを始めて、でもナカルティン君はほぼ喋ったことないぐらいなんで、そうそう、真剣ゼミだけで一橋大学に入ったっていう情報はあるんだけど、それぐらいしか知らなくて、で、まあ、ナカルティン君もおめでとうございますとか言ってくれて、ああ、ありがとうね、みたいな感じで言ってくれて、そう。で、発表終わって、まあ、決勝に進出できました。で、決勝は2番手だったんですけど、僕。これ、準決勝が1番手だっただけに、2番手でももう全然、早すぎるなみたいな気持ちはなくて、よし、これはなかなかいい番号かもしれないなと思って、何も気負わずにできたんですけれども、その一本目、まず、例年に比べて本当に手応えあって、なんならちょっと本当にそんな余裕 あったのかって思われるかもしれないですけど、ネタやりながら、過去5回の自分の出来がなんかこうもう走馬灯のように頭の中巡ってくるみたいに、あの時全然受けなかったけど今日めっちゃ受けてるわって嬉しいと思いながらずっとネタやってて、そうで実際結果ものすごい高得点審査員の方入れてくださって、で野田さんとかはもうピン芸の極みだみたいに言って、うわめちゃくちゃ嬉しいみたいな、でずっとお世話になってるバカリズムさんももう本当にね8分ぐらいあったように思えるぐらいそのギュッと詰め込まれてたみたいな、で得点も高くていやめちゃくちゃ嬉しいなー思って、で2本目に進んで、あ一応ちょっとこれだけごめんなさい、ちょっと話外れるんですけど、 R1 見た方もしかしてわかるかな
ぐらいのことなんですけど、途中僕が暫定ボックスに座ってる時に、MC の方に振られて、で僕がなんかなんて言うんですかね、首とか皮の下あたりにこう空気を溜めて、あのうってこう変な顔をするっていう時間があったと思うんですよね。まあ粗品さんも意味わかんないからなんやそれっていう風に言ってて、でまあまあ優しいな、ありがたいなと思ったんですけど、実はあれ、あの顔チンポという芸でしたね。ごめんなさい、さっきはその僕をチンポと言ったオードリーさんに文句を言いながら、すいません自分でそういうこと、そういう矛盾発生してるな、そういうことやってるんですけど、実はあれ、あの顔チンポという芸なんですよね。はい、今回決勝のネタで下ネタ封印してたんで、どこかで入れ込めないかなと思って頭をひねった結果が、あの顔チンポだったということ、これだけちょっとすいませんお伝えしておきます。はい、で2本目やって、2本目は3組とも僕の体感ですけど同じぐらいの受けで、あちなみに2本目の前に小宮くんが袖まで来てくれて、その後のあの三四郎の小宮くんが演芸グランドスラムの出番があったからフジテレビにはいたんですけど、スタジオに入ってきてくれて、袖の僕に頑張れよってやってくれて、すごいまあ、勇気もらったもありましたし、ネタ前だったんでちょっと静かにしといてっていうのもあったんですけど、めちゃくちゃありがたくて、それでまあ、2本目のネタって受け同じぐらい。で、これ、どうかなって思ってて、どうだろうっていうことをずっと考えてたら、どうですか、ルシファーさんみたいに振られたんですよね。ネタ終わった後に3組並んで、MC の方に。で、僕も全然何も考えてなくて、マジで。あ、いや、あの、すごい、お腹痛いですみたいな、全く面白くない返しをしましてね。で、その後、点が出た。僕、優勝できなかった後も、一回もう一回振られて。その後は、残念ですっていう、最悪のコメントを返しまして。一方、吉住は、ね、これが髪の毛、大岩だったら優勝だったのにとか、素晴らしい平場の強さを見せてましてね。本当に情けない、本当に素晴らしい吉住って思ったのをよく覚えてます。で、まあ決勝終わって反省会の収録とかがあったりして、いろいろあって、ああ疲れたって言って楽屋戻ったら、遠くでこっちを見てる男がいて、パッて見たら独裁スイッチ企画なんですよね。で、独裁スイッチ企画バーって僕の方に近寄ってきて、あのルシファーさんって、あのルシファーさんがネタ作りを教えてる動画あるじゃないですか僕、あれを見て、そのままやったらここで、いや、もうそれ聞いたよ何回言うんだ、お前はさすがに怒鳴り散らしましたね。何回言ってくれんだっていう。ルシファー吉岡のオールナイトニッポンゼロ。ルシファー吉岡です。メール紹介します。ラジオネーム、ノルウェーバック。今に、今日か、今日本物のチンポは登場しないということなのですが、偽物のチンポは出てくるということですよね。つまり今喋ってるのが偽物のチンポということですよね。じゃあ X で、ハッシュタグ贋作チンポ ANN0 とポストした方がいいですか。いいわけないだろ。何を長々と言ってんの。贋作チンポってなんだ。偽物のチンポも出てきませんよ。ね、ちょっとあのチンポから一回あの離れてください。あのやめてください、悪ノリは。僕初めてでそんな対処しきれません、こんなことされても。はい、やめてくださいね。はい、じゃあもうコーナー行きますか。引き続き、メールの方お待ちしております。嘘アットマークオールナイトニッポンドットコム、嘘アットマークオールナイトニッポンドットコム。ではここでコーナーに参りましょう。題して、ダイエンのオールナイトニッポンゼロ。
今回急遽町浦ピンクさんの代演に選ばれ日本放送にデリバリーされた私ルシファー吉岡。デリバリーされたのかな。これはつまり日本放送というラジオ局が町浦ピンクニアリーイコールルシファー吉岡ほぼ一緒ってことですね、というふうに、2人が同等同格似た存在だと判断したということです。そうなんですか。似てるからオファーしたんですか。このコーナーではあなたが町浦ピンクルシファー吉岡と同じラインにいると思う人物を送ってほしいというふうに思ってます。メールを紹介することで私や町浦ピンクさんが世間からどんな存在だと思われているのか分かると、こういう仕組みになってます。旬で人気がある人の名前が届いたらそれはもう嬉しいと、あこの人と同格だと思ってくるんだっていうふうに嬉しいということですね。反面無名な人だと寂しいと。角の立つコーナーだな。無名な人でも寂しいというかね、まあまあそうかとは思うかもしれないですけどね、というような、コーナーですね。まあこのコーナーとして自分を見つめ直していくという形なんですかね。でメールの書き方は、人物名プラスその人物名のオールナイト日本ゼロ、こういう書き方でお願いします。もう一度言いますね。人物名のオールナイト日本ゼロですね。番組の冒頭のタイトルコールのように、怒鳴ってみてしっくりくるかどうかをチェックしていきます。まあ、しっくりきたから何なんだっていう話なんですけどね。しっくりきたかをチェックするんですね。はい。で、このコーナーは事前にメール募集をしていません。していません？そっか。特刊だから。はい。生メールをバンバン紹介していくので、ルシファー吉岡、町浦ピンクとほぼイコールだと思う人物が思い浮かんだら、どんどん送ってください。アドレスはこちらです。おなじみの。嘘アットマークオールナイトニッポンドットコム、嘘アットマークオールナイトニッポンドットコムです。それでは行きましょう。メール受付スタート。はい、ということで今まさに送ってくれてるということなんですよね。でもこれまあどんどん送ってほしいんですけど、どうなんですかね、この遅延のある方とかラジコとか聞かれてる方はそんなすぐには送ってこないってことなんですもんね。だからしばらくまあ時間はかかるんでしょうけど、その誰も送ってこないっていうのがやっぱり一番寂しいんで、結局僕も悪態つきましたけど、そのこのまま終わることになるそうなので、何も来なかったら史上初なんじゃないですか。オールナイト日本ゼロでメールが来なかったことってあるんですか。さすがにないですよね。来ました。やった。来たようです。ね、皆さんのメール。はいはいはい。これですね。はい。では、ルシファーでしょうか。町浦ピンクと同格の人物ですよ。ラジオネーム、ギャン。永井まさるのオールナイトニッポンゼロ。そのめちゃくちゃ嬉しいですよ。そんな、うん、そんなだってねえ、俳優さんですよね。あ、これはもうめちゃくちゃ嬉しいですよ。そんなのとかおこがましいですよ。同格なんてそんなさすがにね、本当に困るな。では次いきますね。ラジオネームアツト、元木大輔のオールナイトニッポンゼロ。なるほど、元木さん癖者ですね。いやこれはその普通に嬉しいですよ。元木さんそれはあの時の巨人のね中心選手、高校時代から僕見てましたからね。スーパースターじゃないですか。それと一緒っていうのはね、嬉しい、嬉しいですよ。どこで比べればいいのかだな。だからそれは、で次いきますね。ラジオネームチャタム、オコエルイのオールナイトニッポンゼロ。あれ、これは楽天の選手ですね。オコエルイ、あ今巨人、あそっか、元そっか、元楽天今巨人か。はい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 、いや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 、ねえ、あの俊足高打のね、ちょっとその野球選手やめてもらえませんか。なんか
他業界比べづらいし、なんかもうちょっとしっくりくるのあるっしょ。うん、ありますまだ。もうない。あ、ありますか。はいはい、次ですね。ラジオネームのりきよ。イーガールズアミのオールナイトニッポンゼロ。はいはい、イーガールズさんね。イーガールズさんか。うん、いや、全員格上ですよ、どう考えたって、これは。うん。そうですよね、マチューラピンクルシファイでしょうか、イーガールズになるんですよね。全然、それは、いや、だから、そう、ありがたいですよ、そう、同学って言ってくれるやん。ていうか、このコーナー多分向いてないな、俺。もうちょっと言ってくれってことですもんね。言えないわ。うん、すごいし、だって格上だもん、そんな。ちょ、急遽呼んでこんな角のコーナー、角のコーナーじゃないや、角の立つコーナーやらせないでほしいな。はい、まだありますか。もういいでしょう。ラジオネームルー、ケンブリッジアスカのオールナイトニッポンゼロ。早足。ね、短距離のリレーとかにも出た選手ですよね。え、ケンブリッジアスカと同等だと思われてるの、マチューラピンクルシファイショーカは。何から何まで違うよ。うん。嬉しいですよ、こんなの。だってどう考えたって向こうが格上なんだから。格上の人しか来ないですね。ラジオネームウルル、関東一高時代のオコエルイのオールナイトニッポンゼロ。ちょっと待って、なんかオコエルイ好きいるな。ごめんなさい、これはさすがに勝ってるでしょ。だってだって高校時代でしょ。でそれはだってまあスター選手だとは思うけど、さすがに町浦ピンクルシファ吉岡が勝ってるんじゃないかな。こっちだってその甲子園張りの参加人数、参加校のね、頂点あたりに立ってるわけですから。いや、関東一高時代のオコエルイには勝ってるでしょ。巨人時代のオコエルイには負けてますよ。でも関東一高時代は、え、高校、ああ、高校時代はつけてみて、こっちで。はいはい、なるほど。じゃあこれ高校時代つけていってみればいいですね。ラジオネーム服部三世、高校時代の内山真嗣のオールナイトニッポンゼロ。内山さんか。ちょっと待ってよ、これは高校時代だからといって勝てるとは限らない。子役から出てるもん。あっぱれさんま大先生出てたから、この頃にはもうスターのはずですよ。危な、騙されるとこだった。ちょ、やめてください、これ引っ掛け問題。これはそのありがたい方ですね。あの時のそのあの頃の内山さん、いやでも待てよ、一回沈んでるとかないのかな。ないか。その後も役者として活躍されてたもんな、ずっと。今もだけど、うん、これはもうありがたいです、普通にね。はい、以上ですかね。ということでメールは以上です。紹介した中で一番僕たちに近かったのは、関東一高時代のオコエルイのオールナイトニッポンゼロでしたね。はい。一番遠かったのは、間違いなく、これですかね。ケンブリッジアスカのオールナイトニッポンゼロ。これはちょっと、全然ピンとこなかったですね。以上。大円のオールナイトニッポンゼロでした。はじめまして、私カタカナのルシファーに漢字で吉岡と書いてルシファー吉岡と申します。あー違います、これは今ジングルというやつで、 CM とラジオ本編をつなぐ間の時間で、生放送で実際に喋ってるわけではないんです。私がルシファー吉岡のオールナイトニッポンゼロと言って、ちょっとしたら本編再開される、こういう流れになっております。
では、ルシファー吉岡のオールナイトニッポンゼロ。ああ、まだ違います。まだこれはジングルというやつでして、まだ生放送じゃありません。もうすぐ始まります。いや、録音放送ではありません。番組自体は生放送。ルシファー吉岡です。メール紹介しますか。はい、ラジオネームトリケラトプス。さっきのコーナー、即興でメールを送らないといけないリスナーが大変なコーナーかと思いきや、メールで送られてきた芸能人に対してコメントするルシファーさんが一番大変なコーナーで面白かったです。全くその通りです。本当に、いや、そういうタイプじゃないのでね、鬼越さんとかやった方がいいコーナーですよね、どっちかっていうとね。し、なんていうか、基本やっぱ有名な名のある方って自分たちより格上というか同格とはとても言えない人が多いんで、やっぱありがたいなって人が多かったですね、関東一高以外は。ありがたい限りです。はい、続きのメールですね。ラジオネームひらがなで腰痛い。ネタやりながら走馬灯が見えたって、それただの賢者タイムじゃない？ネタ前にトイレでしこっただろう。なるほど。いやいや、賢者タイムではないでしょ。走馬灯はだってね、死ぬ前とかに見えるやつだから。トイレでしこった。なるほどね。その手があったか、でも。最悪ね、トイレでっていうのもあったのか。ただ、一回なんて言うんでしょうね。ピンクさんと決勝の2本目のネタ前に2人で連れ立ってトイレに、いわゆるツレションってやつですよね、行ったんですけれども、それぐらいしかトイレに行くチャンスがなくて、さすがにね、あの2人でトイレ行って片方がしこるっていうのはね、ちょっとさすがに地獄すぎるかなっていうのもあったんで、ちょっとそういうのがやってないんですけれども、賢者タイムね。はい。ラジオネーム、口癖はソイソース。今夜は架空のピン芸人ルシファー吉岡が喋り倒す2時間という設定なのですね。ピンクさんの世界観に浸りたいと思います。違いますよ、ピンクさんの世界観じゃないです、ルシファー吉岡です。わかりませんか？ R1 グランプリ3位だったあのルシファー吉岡ね、わかりません？2本目でなんか失速したと言われてるルシファー吉岡です。わかりませんか？はい。ルシファー吉岡のオールナイトニッポンゼロ。ここで一部地域の方とはお別れです。1時間のお付き合いありがとうございました。引き続き聴ける地域の方は、この後もよろしくお願いします。一部地域の方とは、この曲を聴きながらお別れです。椎名林檎さんで、正しい街。日本放送をキーステーションに、全国ネットで放送中。ルシファー吉岡のオールナイトニッポンゼロ。時刻は間もなく4時になります。週替わりのパーソナリティがお送りしている土曜深夜3時からのオールナイトニッポンゼロですが、今夜は体調不良の町浦ピンクさんに代わって、私ルシファー吉岡が担当しています。メールを紹介します。あ、いやー、ここまでの本当になんて言うんでしょうね、もう結構疲れてるというか、むついなーっていう、みんなのメールもらってそれにコメントするのむついなーって思ってます。でもこれは正直代演とか関係ないんで、みんなが急にやってることだから、シンプルな能力のなさすごいですね。いや、なんかね、事前にはそうっすね、事前に思ってた感じで言うと、もうちょっとなんかこうポンポンメールもさばけるような想定はしてたんですけどね、やっぱいざ来ると何にも思い浮かばないというか、なんか思ったよりそのみんなも強烈に言ってこないからごめんね、なんかその不安定でね、ごめん、ああは言ったけどさ、もうちょい来なきゃダメじゃない。
うん。いや、いいメールももちろんそれはありがたいし、励ましのメールももちろんありがたいんですけれどもね。来るときはやっぱ、来なきゃ。という気持ちもまあありますよね。いやいや、でももう本当に、勉強です。でもまあ、急遽言われたからしょうがないか。そうだね。なかなか難しいもんです。はい。メールですか？はい。ラジオネーム、金のペンギン。お声ですが、気合を入れるために後頭部の髪を V 字に刈り上げていたことがあるそうです。え？はあ、なるほど。ルシファーさんでも陰毛ぐらいはあると思うので、しこるのに気合を入れるために陰毛を V 字に剃ることを検討してほしいです。これ確かにな。これはね、いや、まあ、ごめんなさい、陰毛は V 字に剃らないんですけれども、本当に、よく思います。その陰毛の方がハゲりゃいいじゃんっていうのは。そのハゲの一歩目の話ではあるんですけど、それは。本当に。陰毛とか脇毛とか、そこは、なんかレーザーとか当てて脱毛させといて、必要なとこにないっていうのはね、みんなが思うことなんですよね。これじゃね。はい。ちょっと検討しておきます。はい。ラジオネーム、三浦康子、かっこ偽物。ケンブリッジアスカさん、こんばんは。いや、違いますよ。ケンブリッジアスカさんではないです。質問なのですが、アスカさんは空港などで動く歩道があった時、乗りますか？やっぱり横で走る方が早いから乗らないんですかね。ごめんなさい。僕はケンブリッジアスカさんではないんですけれども、一応お答えしてみると、歩道の上で走るのが最速なんですよね。動く歩道の上で。ただそれは多分ルール違反なんで、やらない。動く歩道は普通に歩いて乗りますし、横で走ったりもしません。あれ、ケンブリッジアスカじゃないっていう。バレもするんでね。恥ずかしいんで。はい。目立つぐらい早いですからね。はい。やっぱむずい。全然うまくいかないじゃん。これみんなどうやってんの？多分ですけど、このメールの質は絶対悪くないですよね。皆さん一生懸命送ってきてくれてるし。あ、これどうやんのよ、これ。ねえ。いや、トークとかするのか。これを受けて、エピソード、自分のエピソードをつなげて、エピソードみたいな話か。でも、じゃあ、ケンブリッジアスカさんの入りはむずいわ。あ、でも、動く歩道とかか。いや、むず。へえ、いや、むずいですね。むずいですね、終わりですね、これは。いや、マジか。ちょっとメールたくさん来てからちょっと調子落としてるな。大丈夫ですか？あ、テーマメール。はい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 。はいはい。急に言われてもの、テーマメールの方ですね。こっちで行きましょう。ラジオネーム、もちつき。僕の中学校では夏休み終わりの始業式で各学年から一人ずつ夏休みの思い出と今後の抱負についてスピーチをするのですが、始業式の日に学校に行くと担任の先生に今日のスピーチの人決め忘れてたからお前でいいと指名されました。おお、急に言われてもと思いましたが先生の命令には逆らえずグダグダのスピーチをしましたと。なるほどね。まあ確かにそれはきついか。そのね、急に言われたらやっぱさきついもんね。うん、これは急に言われたからきついか。うん、いや、これどうすんのよ。あれ、この、学校つながりで言うと、僕、顔にほくろ多いじゃないですか。あれ、小学校の、習字の授業あったんですけど、その習字の授業終わりに、先生に、その顔に墨汁が跳ねてると思われて、顔洗ってこいって言われたことありますね。はい。こういうことだな。こういうことですね。これですね。だいぶ強引でありましたけどね。エピソードにはいけました。ラジオネーム、ナイスナイス。小学生の頃、朝食を食べながら母に体操服を要求したら、そんなこと急に言うなとめちゃくちゃ怒られました。ただ、体操服なんて週に3日程度しか着ないので、別に夜にいようが朝にいようが関係ないやろがいと、未だに納得いっていません。ああ、確かに。はい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 。これはね、体操服か。これはありますよ。僕ね、
あれ、中学校の時かな。ちょっと学校をサボりたくなって、学校サボっちゃって、途中で学校早退して家に戻ったんですけど、いつも仕事で家出てる母親がその日に限ってお昼頃に家に戻ってきちゃって。で、家にいることバレちゃいけないから、自分の部屋でずっと隠れてたんですけど、やばいなって、ちょっとうんこしたくなって、で、どうしようどうしようって考えたあげく、適当にタンスの中バーって漁ったら、お姉ちゃんの体操服があったんで、その体操服をファッて下に引いて、その上でうんこしたことありますね。これ体操服つながりでいいっすもんね。エピソードとしてはね。うんこしたことがあります。おい、ちょ、俺からうんこ引き出すなよ。むずいわ。ということですね。はい。メールまだありますか？メールはまだあると。はい。こちらですね。急に言われてもの続きですね。ラジオネーム、お茶の水、全部飲んでみた。僕は先日、会社に出勤した時に、いきなり上司に分厚いファイルを3つ手渡され、今日の昼までに過去の資料を参考にしながら、急いで資料を作成してほしいと依頼され、とても困りました。急いであれこれ情報を集めて、資料作成をしなくてはならず、相当しんどかったのですが、諸事情によりその資料自体が不要となったことを上司から伝えられたときは本当にホッとしました。なるほどね。急に言われて確かにこれは困るね。僕もサラリーマン時代があったのでこういうのは分かるんですけども、あれ僕10ヶ月しか働いてないんですけど、入社して2ヶ月3ヶ月だから、5月とか6月ぐらいに新入社員の歓迎会みたいなのがあって、会社の敷地内で、みんなでバーベキューみたいなのをしたんですけども、ちょうどその自分の部署の隣の部署にすごい綺麗な方がいて、でその人の隣の席がたまたま空いてたんですよ。やったと思って僕急いでその席に座りに行ってパッて座ったんですけど、もうどうやらそこには別の人が座るのは決まってたらしくて、ごめんなさいここ座る人いるんでって言って、でも周りの人はあいつ綺麗だから隣に座ろうとしたっていうのもバレバレみたいな感じですっごい恥ずかしい目にあって、そのまましこたま酒飲んで風俗行ったんですよね。だから僕、今、だからこそエロいわけじゃなくて、もうサラリーマン自体からエロいんですよ。新入社員がやっぱなかなか、いきなりマドンナの隣に座ろうとして、そのまま焼け酒飲んで風俗行ったりしないじゃないですか。だからやっぱ根っからのエロなんですよね。はい。これはうまくいったか？だんだんエピソード出るようになってきましたね。はい。何ですか？はいはい。エロかクソならんやと思います。いや、そう。だから、そうなんすよね、やっぱり。いや、俺思ったんですよね。だから、あんななんか、お声ルインのやつとか、やってる場合じゃなかったです。早くエロくれないと。エロ、うんこ、ハゲ。このあたりが非常に強いです、僕は。そういうところをもっとやらせてほしい。本当に。なんかそういうエロいラジオとか、ねえ、深夜で、まあ、最近、え？はいはいはい、なるほどね。だから、メールテーマも、変更。エロ、クソ、ハゲ。だからこれを引き出しやすい、メールテーマにもう変えましょう。もういいでしょ、これ朝だし。エロ、クソ、ハゲ。で、それを募集するのは嘘。嘘、アットマーク、オールナイトニッポン .com。ね。はい。エロ、クソ、ハゲで、これからお願いします。はい。さて、ここからはですね、こっちは事前に、メールを募集していたこんなコーナー、これをお送りします。題して、メソッド！ネタの分析が好きな私、ルシファー吉岡。これは事実なんですが、今年の R1 ファイナリストの独裁スイッチ企画、先ほどの話でも出ましたね。そして2020年ファイナリストの星野ディスコは、私のネタの作り方の解説を参考にして R1 ファイナリストに進出しました。これはもう本当ですね。星野ディスコに関してはルシファーメソッドを使って、決勝でルシファーより上の順位を取りましたからね。実際に、アドバイスしたことも、まあ、ディスコなんかはありますね。独裁政治企画にはアドバイスしたことはないですけどもね。
このファイナリスト2人を輩出した私のネタ解説はごく一部でルシファーメソッドと呼ばれています。ということでこのコーナーはリスナーさんが参考にしているメソッドを送ってもらいます。ルシファーメソッドの創始者である私が違う分野のメソッドに触れることで見識を広げていくと。ちなみにこのコーナーはですね夜の11時半に募集をし始めました。おっそまあ仕方ないですよね。だって8時に俺が聞いてるんだから募集はねそれから企画考えて募集ですからこれぐらいの時間になるか。ただメールはどうですか、来てますか。来てる、よかった。はい、こちらですね、ラジオネームてるてる坊主、椎名林檎の歌詞メソッド。ん？ああ、違う違う。やばい。違うわ。あ、ごめんなさいごめんなさい。ちょっとね、バタバタしております。ごめんなさい。もう一度いきます。ラジオネーム、てるてる坊主。大喜利でフリップを使う際には、必ず縦書きで答えを書くようにしています。椎名林檎の歌詞メソッド。ごめんなさい、ちょっと振り飛ばして落ちだけ言いました。ごめんなさい、先に落ちだけ言って。本当に申し訳ない。てるてる坊主さん、神戸にお住まい、ごめんなさい本当に。え、恥ずかしいですか。てるてる坊主さん、どうですか、先にオチを言われた気分は。めちゃくちゃ面白かったのに。非常に大喜利として優秀な回答だったにもかかわらず、どうですか、先にオチを言われた気分は。ちょっとこれそうか、いやでもこれはそうだな、スタッフさんもちょっとこれ分かりづらいな書き方。はい、先に振りを読んでねオチの部分を読むってことですね。ごめんなさい。はい、あ、なるほどね。じゃあちょっとお詫びに僕のそのメソッドの方を聞かせてあげますね。カップルが例えば目の前歩いたとして、女性の方が白いパツパツのね、ズボンパンツを履いていたとします。にもかかわらずその女性はパンティーの色も透けてないし、パンティーラインも透けてないと。でこうなった場合、まず色が透けてないということはこれベージュで決まりなんですよね。ここでね、たまに白って思う人がいるんですけれども、白いパンツに白っていうのは白の濃淡の差ができて逆にものすごい透けるんですよ。肌に近い色、ベージュが一番透けないんです。だから色はベージュで決定。そしてパンティーラインが出てない件、これに関して言うと、まあ太ももぐらいまであるスパッツタイプのパンティー、もしくはティーバッグになるわけなんですけれども、隣に彼氏がいますということは、この後見られる可能性もあるというわけで、そういう大きいパンティーを履いている可能性はほぼゼロなわけです。つまり、ティーバックで決まりです。わかりますか？これ、実際にパンティーを見てないのに、この時点でベージュのティーバックというふうに決まったわけじゃないですか。これが、消去法パンチラのメソッドです。ちょっと自分でもびっくりします。流暢に喋れず、ペラペラツラツラ出てくるわ、エロいこと。ごめんなさい、てるてる坊主さん、これで勘弁してください。先にオチを言った件はこれで勘弁してください。では次ですね、これはどこだ、ラジオネームユートン。射精したら射精した分だけさらなる興奮で勃起します。ピノキオメソッド。え？この射精っていうのは嘘をつくという行為になぞらえてるってことですよね。嘘つけば嘘ついただけ鼻が伸びる、射精したら射精した分だけ、あそこが伸びる、勃起すると。なるほどね。ただちょっとずれすぎかな。勃起は伸びるわけじゃないからね。うん。ガチガチになるっていう方がどっちかというと近いし、射精と嘘っていうのはやっぱちょっと近くないもんな。うん。嘘はつくけど射精はもう出すだから。うん。結構遠いよね。
それでメソピノキオメソッドっていうのは少し納得感が薄い。まあ正直30点ぐらいの投稿かもしれないな。あの正直僕エロには厳しいんで。ごめんなさいね、急に流暢に指摘しちゃって。ディテール大事なんですよね、エロでやる場合には。うん。ちょっとその辺も考えて送ってきてほしいですね。じゃあ次です。ラジオネーム、服部三世。年齢ではなく、職歴の年数によって人への接し方を変えます。NSC 卒の吉本芸人メソッド。いや、だからさ、こういうのはコメントしづらいんだって俺。言ったじゃん、こういうのは苦手なんだって。吉本芸人さんによります、これは。別にみんながみんなこうではありません。やめてください。エロいのにしてください。エロ、クソ、ハゲ。この三つでなければこのような薄いコメントが出てきます。お願いします。ラジオネーム、用事もないけどタキシード。しこってる時に、あ、もういいですね。いいですよ、入り。しこってる時に慌ててティッシュを引き出す時の音にこだわってます。題名のない音楽会メソッドなるほどね。あー、そっちのタイプなんだ。最中にティッシュ出すタイプなんだ。僕はね、事前に、ティッシュを出してからしこり始めるタイプです。枚数は8枚って決めてて、理由は末広がりで縁起がいいから。8枚ティッシュ出して、それをしこるとき、僕は寝てやるタイプなんですけれども、その隣に置いときます。そうするとね、たまにエアコンの風でね、一番上のティッシュが飛んでいくんですよ。でもね、8枚だから1個飛んでいても7枚でしょ。ラッキーセブンなんですよ。どの日ハッピーに抜けるっていう最強の枚数、8枚ティッシュ事前に用意する。これぜひとも試してみてください。何でしょう、初めての精通は。すごいクエスチョンが来てますね。これね、僕精通に関して言うと、それほど記憶があるわけではないんですよね。でもチンゲが生えたのはすごいよく覚えてて、ある時その少年野球の大会があって、でまあその大会の野球場でまあに行って、で練習して、さあ本番迎える前に僕トイレ行ったんですよ。でトイレ行ったら、その金玉のとこからピョコって一本毛が生えてて、え、俺チンゲ生えた、これから野球の試合なのにと思って。で、そういう時って、ものすごいショック大きいじゃないですか。なんか大人になったみたいな。だからその後の打席、全然打てなかったんですよね。初チンゲ打席は三振でしたね。はい。よく覚えてます。うん。これが、ルシファーチンゲバッティングメソッドです。どうですか？皆さんもチンゲ生えて三振したことってあるんじゃないですか。チンゲ一発目の行動、まあ野球だろう、サッカーだろう、バスケだろう、学校の試験だろう、全然うまくいかない。でも結局チンゲって大事なんですよね。だからチンゲのことは責めないであげてほしい。うん、なんかやっぱ全然いいな、チンゲとかの話になってくる方が。うん、だから結局チンゲって、そういう大事な時の前に見つかるから、失敗につながるわけで、一番チンゲが見つかるタイミングのベストって、これ皆さん考えたことないかもしれないですけど、絶対的に寝る前なんですよ。もうあとは寝るだけだから、その前にチンゲ見つかろうが全然関係ないんですよね。ただ絶対にチンゲは大事なことの前に見つかります。これの不思議なことにそうなんですよ。これ理由わかんないです。だって、
その前日まで生えてなかったのに、次の日パッて見たら急にニョロって生えてるわけじゃないですか。毛ってだって普通に1日で1ミリとか、そのぐらいのペースでしか伸びないはずなのに、あの時のチンゲだけ1日で2センチぐらい伸びてるんですよ。だから、もう、初めからその大事なことの前に照準を合わせてチンゲ伸びてる。ってことなんですよね。これが、ルシファー勝負どころチンゲメソッド。分かっていただけました。ピンクさんの代役できてこれでいいんですか。本当に。ラジオネームジャイアント厚彦。大学時代の研究発表でもらっている時間に対して発表内容が少なすぎるときは途中で脱線トークや雑談を入れまくり、なんとか尺を稼いでいました。さだまさしメソッド。はい。あ、そういうことか。さだまさしさんのコンサートで歌う時間よりトークの時間が長いからっていうあれね。ちょっとな、これじゃあ広げようないけど、さだまさしさんはどうだろう、いつ頃チンゲ見つけたのか。コンサート前かな。そんな早いの遅いわけないか。でもそうだろうな、多分さだまさしさんが長崎のご出身だったのかな、確か。だから状況、いやそれも遅すぎるか。精霊流しのメロディーが浮かんだ時。ちょちょちょ、いやさすがに遅すぎるでしょ。それは。そんなバカな。バリバリの大人になってる。いやだから結局多分ですけど、その長崎確かご出身だったと思うんで、綺麗で険しい坂道を登って、登り切って一番眺めのいいところで、うん、もしかしたら自分は将来、音楽の道で食っていくかもしれないっていうことを心に誓った時にピョロって生えてきたと思うんですよね。これがさだまさし坂道チンゲメソッド。いやいや、言わされてます。怒られます。いやいや、本当に内容がない。本当にくだらない。以上、メソッドのコーナーでした。キーステーションに全国ネットで放送中、ルシファー吉岡のオールナイトニッポンゼロ。ルシファー吉岡のオールナイトニッポンゼロ、そろそろ日本放送でお聞きのお方ではない、ん、違いましたか、すいません。違いました、ごめんなさい。違いましたね。はい、ルシファー吉岡です。ね、ごめんなさい、14ページの方でしたね。ごめんね。ごめんなさいね。ありますけど、特刊だからしょうがないっしょね、笑わない。今スタッフさんから連絡あったんですけども、エロハゲクソにしたところメールが激増したそうです。これだったか、やっぱみんな。やっぱそうか、これか。なんか僕もそんな気したんだよな。ありますか、メール。はい、じゃあちょっとメールの方読んでいきましょうか。はい、ラジオネーム横っち、件名がエロクソハゲです。史上初の件名でしょうね、これ。
旅行前にお父さんからバッグを借りようと部屋を漁っていたら、お父さんのボストンバッグにエロビデオ、エロ DVD、エロ漫画、バイブ、電池が大量に入っていました。電池も入ってたんだ。なるほどね。もう携帯用のエログッズだ。一度中身を拝借し、しこらせてもらいましたが、ボストンバッグは借りませんでした。なるほどね。確かにお父さんのっていうのもあんのか。ああ、親のね。うちは、なんだろうな、親のもので言うと、親に見つかったこととかはあります。でもだいぶ大きくなってから、高校生ぐらいの時に、エロ本だったんですけど、何冊か買って、つけなく隠してたんですよね。で、上京して、で、しばらくして戻ってきたら、そのエロ本がすべて机の上に並べられてて、あ、見つかったんだな、みたいな。でも別になんかこれ何なのとかそういうのは言われなかったかな、確か。で、親父のエロいものを見つけたので、一番最初で言うと、多分相当小さい、2歳か3歳ぐらい、いや、4歳、ぐらいの時に、なんか、大きいタンスがあって、その上に、なんか、丸めた、エロいカレンダーが置いてあって。だから相当多分珍しいタイプなんだよな。あの、エロ本とか、エロ DVD とか、それビデオとかじゃなくて、エロカレンダー。うちのお父さん、エロカレンダーなんだと思って。めちゃくちゃ驚いた記憶ありますね。あ、エロカレンダーのタイプの人ね、と思って。多分、昔だからあったんだろうな。なんかについてくるようなやつだったと思うんですけどね。ちょっと時代を感じるやつですね。はい。ラジオネーム、大滝栄太郎。部屋でしこっている最中に彼女から電話をしたいといきなり LINE が来て困りました。フィニッシュ寸前に右手を止める苛立ち。そして彼女に隠れて一人でしこる情けなさに唖然としました。なるほどね。まあ、彼女に隠れて、そうか。だからこれ別に、もう少し、なんだろうな、少し冷めてる時なのかな、もしかするとこれは。もう少しこう二人の、いわゆるラブラブみたいな関係であればね、そのまましこり続けるっていう。いわゆるだからテレフォンセックスという形に、シフトできた案件ではあると思うんですよね。だからそこで行かなかったってことはやっぱり二人の距離感っていうのが感じられる。だからそういうことか、俳句みたいな文章ですよね。だからそういうところから二人の距離感を感じ取りなさいっていう、この栄太郎の気持ち。帰りが湖に飛び込む音を聞いて、その周りの静けさを連想させた場所と全く同じレベルのいいメールだと思いました。確かにな。ちなみに僕、性の目覚め的なことで思い出したんですけど、昔は貸本屋っていうのがあったんですよね、僕の地元には。確か一冊30円でコミックが借りれて。で、そこで、当然その、いわゆるちょっと18禁の本、漫画の本とかも、もう借りれたんですけども、さすがにまだそのコーナーには入れない。けど、結構エロいの見たいっていう、ちょうど小6とか中1とかぐらいの時に、だったと思うけどな、バージンママっていう、本、コミックがあって、で、それは成人コミックでは多分ない。大人のコミックではあるけど、まあ、それほど過激な描写はないけど、おっぱいぐらい出てくるぐらいの本だったんですけど、で、それを借りて、で、見てて、おぉ、すごいなって思って興奮してたんですけど、僕その本を返し忘れちゃって。で、しばらく1ヶ月ぐらい経ってから、その、貸本屋のおじさんはちゃんとそれ返す本とか全部、手書きでつけてるんですね。で、顔も覚えてて。だから、しばらく経ってから多分あれ、おじさんの復讐だと思うんですけど、たくさん人が並んでる中で、急に、ちょっとあなた、まだバージンママ返してませんよって言われて。でっかい声で言われて。中二の僕はもう。うわぁ。バージンママ借りてることバレてる。あれが青春でしたね。うわぁ、久しぶりに思い出した。
かんない。時系列合ってるのか、バージンはそれぐらいの時の作品だと思うけどな。素晴らしい作品でした。メールですね。ラジオネーム、シャロン。AV やエロ動画を見すぎたなと思うときは、グラビアでしこると違う状態の興奮を味わえるので、半年に一回はグラビアンシコシコをやってます。なるほどね。ブラジリアン柔術みたいなね。グラビアンシコシコ。これは本当にわかりますし、こういう方多いんじゃないのかな。味変というかね。グラビアでしこる。その、グラビアもあるし、まあ、いわゆるイメージビデオみたいなのもね、あるし。あの辺は確かにいいですよね。特になんかグラビアって、なんかわざとなのか、その胸元のちょうど、なんていうんですかね、そこが乳首なのかなっていうところに、なんかあえて影とかを作ってくるじゃないですか。なんか、乳首に見えそうな影というか。もしくは、僕はまあ、始まりのブツブツというふうに呼んでるんですけども、なんていうんですかね、乳輪の始まりみたいなところを、あえて見せてくるパターン。あれ？これ？このままブツブツ していって、最終的にこれ乳首になる始まりのブツブツが見えてないかっていう。あれ最高ですよね。わかるよ。言ってない。あ、言ってないですか、そんなこと。いやでも、それを多分言ってんすよ。結局、グラビアンシコシコって、そういうところの精度とか感度が上がってくるっていう作業なんで、結局。わかるよ。エラの話。シャロンもっていう、そういうこと。始まりのブツブツのお便りでしたね。ラジオネーム、ムーチョ。シコってて、もう全員始まりがシコっててとかだな。しこってて調子がいいなと思うときチンチンが取れそうと感じることは多々あります。ちょ、何のメールなのこれ。あ、そう、取れそうっていうのはどういうことなんだろうな。取れそうはちょっとあんまりわかんないかな。調子いいなはめちゃくちゃわかります。まあこのムーチョがどれぐらいの年齢かはわかりませんけれども、だんだんやっぱりそのなんだろうな、やっぱりそのタッチ具合っていうのもやっぱ弱くなってくるっていう年齢にねなってきた時に、やっぱり一番おすすめなのは結局スクワットです。スクワットで、足の筋肉を鍛えるともう立ちます。はい、これはほんとシンプルにエロ雑学なんですけれども。本当におすすめです。僕は、それが欲しすぎてスクワットをたくさんやったあげく、今膝壊してます。でも僕は軟骨はいりません。勃起が欲しいです。なので今、ルシファー吉岡膝を壊してますけども、それは性欲と引き換えに壊した名誉の負傷なので、本当に本望です。だからムーチョもこれからそういう時あると思うけど、いつか選ぶ時来るから、勃起か膝かっていうの。その時に勃起を選べる男になってほしいと思う、俺は。膝なんていいんだから壊れても。ムーチョ。ハゲも届いてるんですか？はい。ハゲのお便りいきましょう。ラジオネーム、ダイブレイン。僕はまだ19なのですが、若干ハゲてきている気がしています。小さい頃からおでこが広いとは言われていたのですが、最近マジでハゲてきているので、ハゲてきているのではないかと心配です。ハゲの先輩であるルシファーさんから何かアドバイスをいただけないでしょうかと。なるほどね。19、なるほど。僕は、でも、確かに僕も19、20歳ぐらいから徐々には、あれ？とは思ってました、自分でも。ただ、なんだろう。今となっちゃ笑っちゃう考え方なんですけど、その、ワンちゃんとかが、夏に向けて毛が抜けるやつあるじゃないですかな。
寒毛期ってやつ。あれかなって思ったんですよね。だから寒毛期かなって。冬になったらまた剥げてくるやつだよなっていう風に最初は思い込むようにしてました。で、まあ当然生えてくるわけもなく、21歳だったかな、初めて友達にいじられたのは。あれ剥げてないみたいな。はぁみたいな。剥げてませんけどね。ちょっと今、だいぶ空いたから、みたいな。違いますけどね、みたいな。めちゃくちゃキレ散らかして。何の冗談も通じない。いや、まあ、でも20歳ぐらいとか21ぐらいやっぱそうなっちゃうんですよね。で、それをちゃんと返せるようになったのは、結局は、芸人になってからかな。28、9ぐらいですかね。だからちょっと僕の例は極端ですよね。芸人になってからそれはもう笑いにするしかないから返せるようになったんですけど、別にその普通のお仕事してる分にはそうなる必要もないし、だから結構難しい、苦はあるんですけども、その、結局、いろんな世の中に手法ってのはあるから、別にそれを試す、試さないはいいんですけども、もし緩やかに剥げるという選択をした場合にね、合コンとか行った時に、あまり大ごとにならないっていう方法がちゃんとあって、一応それをお教えします。本当に、まあ、剥げてきたら帽子はこれ被るようになるんですね。やっぱ隠すために。で、その帽子を本当に、合コン行った時にパッて、一気に取っちゃうと、結構悲鳴が上がります。優しい人は、あ、そういう髪型だったんだって言ってくれるんですけど、大概の場合は、悲鳴が上がるとか、って惹かれますんで、なので、これどうするのがいいかというと、本当に3時間ぐらいかけて、ゆっくり徐々に脱いでいくんですよ。太陽が昇るように。そうするとバレません。アハ体験みたいになってね。これおすすめです。ルシファー吉岡のオールナイトニッポンゼロ。ルシファー吉岡のオールナイトニッポンゼロ。そろそろ日本放送でお聞きの方とはお別れの時間です。これは合ってますよね。はい、合ってますね。はい。ちょっと メールの方をね紹介したいと思います。ラジオネーム神チャパ。4時台に入り、エロ、ハゲ、クソテーマに取り込んだ途端に、メールもトークも番組もいい感じに回り始める。これがルシファー吉岡、オールナイト日本ゼロメソッドですね。全くその通りなんだよな。悔しいかな。なんかもっと軽快なトークして爽やかにお送りしたかったな。これがやっぱお笑いの、こうお笑い芸人の人こういうこと考えるんだとか、その切り口あったかとか、そういう方向でお送りしたかったのにな。結局エロハゲクソ、これがやっぱ一番しっくりきちゃうんだよな、はい。ラジオネームひらがなで腰痛い。勃起スクワットメソッド勉強になりました。教訓にします。いや本当にこれはねマジだから教訓にしてもらって全然いいんだけど、ただ膝だけ気をつけてよって話。膝壊すから。あ、だからそうか、そのために痩せるってのはありかもね。結局痩せれば膝にも負担かかないから両方取れるかもしれない。膝壊さず勃起するっていう方向で、はい、健康にもいいし、それ目指してください、ぜひとも。はい、お便りメールございますね。ラジオネームローラル。これは僕調べなんですが、自分で自分の胸をじっくり見てるときや見られてるときは乳輪がどんどん小さくなっていきます。え、本当？見られてるとき、見てるとき自分で、あるのかな。いやでも、なんかなくはなさそう。なんかこういう機能って大概そのまだ原始時代とかの名残とかそういう時から変わってないもんだから、やっぱり敵にガッて見られた時にその目立つ目印になるような部分ってグッと小さくなるっていう可能性は全然あるからな。多分その
獲物に見られた時にバレにくいようにこうピッてちっちゃくなるっていう機能をついててもおかしくはないしね。うん。寒い時にあの金玉も本当にね、恐竜みたいになるし、うん、あれと同じようなことかもしれないですね、確かに。うん、はい、続いて、ラジオネーム犬が怖い。さらっと出すエピソードが激キモすぎて、この人を強くいじったら何をされるのかわからなくて、あまりメールを送れません。どうか実家にだけは来ないでください。はぁ、行こうかな、マジで。いや、でもこれに関してはちょっと文句言えないか、激キモはさすがに。でもね、背に腹は変えられないのよ、正直。俺だって別に最初からこのエロクソハゲでやってたらこの文句言ってくれてもいいけど、一回やってみて全然ダメだったじゃない。全然ダメだったでしょ。そこを経て結局自分の得意な方言ってるわけだから、それは許してよ。だってね、ルシファー吉岡のオールナイトニッポンゼロ、ここで日本放送ラジオ関西でお聞きの方とはお別れです。お付き合いありがとうございました。引き続き聞けるか地域の方はこの後もよろしくお願いします。お別れに一曲、ミスタージすいません。ごめんなさい。うまくいかねえな。なんでうまくいかねえんだ。ミスターチルドレンで未来。